やーべえ、めっちゃあんこ綺麗。はい、みなさんこんにちは。レナです。タカです。エディティブログです。はい、ということでね、今ね、イピアレスっていうコロンビアとエクアドルの国境近くの町に来てます。そうです。ちょうどね、寒くなりました。そう、めちゃめちゃ寒くなってきた。南米をね、南下してるんだけど、多分この後どんどん南下していくと、どん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 寒くなっていくと思う。もう今ですらダウンとマウンテンパーカー着てても寒いから、ちょっとヤバくなってきたね。そう、なんか買わなきゃいけないかもしれない。そう、途中マチュピチュとかとで、ちょうど昨日ね、メディジンっていうところから飛行機とバスを乗り継いで、このイピアレスっていうところに来て、多分ね、この街はね、外国人とか観光客がめちゃめちゃ少ないんだと思う。今こうやってビデオこうやって撮ってると、この道端にいる人たちみんな見てる。みんな見てる。変な外人がいるって困ってる。ちょっとね、イピアレス一つめちゃめちゃ有名な教会があって、全然有名じゃない綺麗な教会があって、そう、世界一綺麗な教会って言われてる教会があるんだけど、写真で見たんだけどめちゃめちゃ綺麗だから、ちょっとね、実際に目で見てみたいってことでね、今から行こうと思います。そうで、ちょっと行き方がよくわかんないんだけど、タクシーか公共のバスかな、ちょっとわかんないけど、はい、行きましょう。はい、ということでね、結局タクシーを捕まえて行くことにします。はい、ちょっと今タクシーの運転手がね、止めてくれて景色を見せてくれた。あの奥に見える、やばくない？今からあそこに向かうんだけど、なんであんなにすごい教会を作ったの？よくわからんけどめちゃめちゃ綺麗。はい、ちょっと今ね、タクシーを降りてラスラハスの教会のとこまで歩いてます。はい、めちゃ観光地されてる、一応。そう、両サイドにはなんかお店が出てて観光地化されてるけど、ちょっと今の時期がローシーズンなのかちょっとわかんないけど、観光客は全くいない、俺ら2人しかいないということで、ここから多分5分ぐらい歩いて行きたいと思います。はい、楽しみ。今ね、まあまあ歩いてるけどまだ見えてこない。いつ見えてくるんだろう。わからない、わからないから楽しみ。すごくない、この景色。そもそももう山の中、滝とかも流れてて、まあ、川も流れてて、こんな山の中にめちゃめちゃ綺麗な教会が、なぜ作った？あー、すげー、見えた。皆さん見えました？めちゃめちゃ綺麗、やば。ちょっと皆さん見せますよ。やーべー、めっちゃあんこ綺麗、すげー。見せます、こちらです。なんか教会の奥にゴンドラが走ってる。なんでだろう。あれに乗ってなんか上から見れるのかな。ゴンドラがある。観光用かな。でもなんか動いてないよね。あ、めちゃめちゃゆっくり動いてるわ。これ高さ何メートルぐらいあるんだろうね。結構ある。30、40メートルぐらいあるか。ミュージアムに行ったら書いてある。よくこんな場所に作ったよね、本当に。おー、うーわー、おーなー、オッケー。
今ね、ミュージアムっていう教会の地下みたいなところに降りてきました。はい、ということで今日はめちゃめちゃいいものが見れました。はい、まあ、今までいろんな教会行ってきたけど、なんか周りの雰囲気とマッチしてもう一回来てみたいなって思える教会はまあここかな。中は別に普通の教会だけど外はもうやばい。コロンビア全体的にね大満足だわ。そう、コロンビアめっちゃ良かった。街も自然も人も、まあ、食べ物だけかな、ちょっとね、ちょっと微妙かなっていうのも。でね、ちょうどもう明日コロンビアを抜けてエクアドルにね陸路で移動していくので、今日がコロンビアラストです。なんでこんな息切れしてるかっていうと、この教会山の中にあってね、この来る時はね下りだったから良かったんだけど、帰る時は階段めちゃめちゃ登んなきゃいけないから疲れるわ。もし来る人ね、それだけ覚悟してください。バチクソ綺麗な教会見れるので価値あります。ということでまた明日。とうとうエクアドルに入国しました。はい、キトの首都に着きました。近くない？でまさにエクアドルっていう国の名前もスペイン語で赤道っていう意味だから、おお、これが赤道かもよ。真ん中に線が引いた。南半球